はい、渡辺です。今回もスペシャリスト02、イリア・マンナのクラスで、マッドドックス RFV、カーボンコブラ、スティームショットのクラスで、ニュークタウンのキルコンファームドをプレイしてみたいと思います。これ、ランページ、明細、ね、チャレンジ、条件がね、解除条件がね、連続で2キル以上5回達成、もう3回やってるんでね、これ2キル以上なんでね、ダブルキルでは反映されないんですよ。トリプルキル、3人あったから、じゃないと反映されないですよ。ただこれ素早くじゃなくてもいけるんかな。ちょっとやってみましょうかね。これダメなの。よしよし、こちらが主導権を取った。スナイパーライフルうざいな、本当に迷惑だねあれね。本当に何あの厄介の何者でもねえっすよ俺。うぜえですわ本当に。1キルでしょ。主導権を失った。またないのかこれ。ダメだ、またスナイパーライフルだよこれ。ほんと邪魔もんだよ本当に。スナイパーライフルよ、厄介の何者でもねえよ本当に。困るぜこれ本当に。もういいよ、死んだよこれ。本当に厄介の何者でもねえよ。スナイパーライフルよ。敵の CUAV を感知。あらら、本当困るよ本当に。とつってねえわ。どこにいるんだこれ。ダメだよ、またスネパレフだよこれ本当に。困るぜこれ本当によ。くせもんだぞ本当に。くせもんよこれ。敵の UAV が展開してる。よし、トリプルやってるぞこれ。よしよし、バリアブレイクはマンティスの展開を要求する。ああ、ダメ。これ今トリプルやってるでしょこれ。さっきあと1回であれ多分終わるな。これ多分これで終わったな。これシャットダウンまだか。あ、終わった。リアクティブ、ようやく終わったぜ。バッチリだこれ。いいよこれ。バッチリだわ。終わったぜ。やっぱちょっと苦労したんだよこれ。負けてるな。でもいい試合だよこれ。ようやく終わっちゃったよ。やったぜ。ちょっとこれ難しかったねこれ。よし、これいっか。コントロールノードにリードする。途中でやられ、ね、こうやってやられたらこれ終わるんで、これ。
違う場所でやればよかった。上空に敵の UAV。 なかなか面白いな今回のキルコン。いいよこれ。ファイアブレックもやろうけど、負けてるね。勝ってねえのかこれ。縮小目勝ちたいんですけど、ちょっと無理っぽいな。おお、いいじゃん。上か。セントリー、鍛えているぞ。なんとかしろ。タグ拾う。よしよし。24キル。まあまあ、悪くはない。もう終わりだ、これ。下にいたな。はあ、ダメだこりゃ。大層うまくちゃった。ブラックオプス軍は最寄りの指揮所に帰還せよ。明細チャレンジ解除したからいいです。明細終わったからいいよこれ。やったぜ。スナイパーライフルがいるからな、ちょっと面白くなかったな。なんかいない方がいいですよ、スナイパーライフルできたら。打ち合いバンバン打ち合いの方が面白いですよ。遠くで持ってるだけなんで、スナイパーライフルは。よかった。でもこれやったね、これランページ。この迷彩で2連続キル以上5回達成してリアクティブを表示で、ランページ迷彩にプラス 2500XP、 24キル。はい、プレミアさんありがとうございました。こういう感じでようやくだな。これ解除した。これかっこいいっすね。これなんだ、これ犬か、これ狼か。ランページってこれ日本語に直訳すると何なんだこれ。素早くキルを達成して段階的に異なるスキンを発動。こう素早く3連続キルぐらいやらんとダメだね。あ、素早く2連続キル以上。1連続、2連続、3連続。これ難しいね、これね。なるほどね、こうやって感じで。かっこいい。今日だけで、ね、1、2、3つ解除してる。これは前に、少し結構前に解除したんですよ。今回3種類解除、今の段階で解除してるんでね。かっこいいね。もう一回見てみようか。1連続キルでしょ？ 1 連続キル。に、あれ？変わってねえな。あ、変わってるな。あ、なんか、白いなんか線みたいなやつが、光線みたいなやつが増えてってんだ。1連続、2連続、3連続、4連続。4連続キルやったら色変わるんだね。グリーンに。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、イリアマンナのクラスで、マッドドックス RFB カーボンコブラにスペシャリスト0を使用してニュークタウンのキルコンでね、マッドドックス RFB のね、リアクティブ迷彩ランページを解除してみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。